本人が小太郎塾に行きたいと言って入りましたが、最初のうちはどうなのかなと心配していました。夏期講習で終わるのかと思っていたら、しばらくして数学をやりたいと積極的に通い出しました。その結果が今回の期末テストですぐに出たので、とても喜んでいました。本人がやる気になれたこと、そして自信となったことが通わせてよかったと思います。